皆さんこんにちは、アパレローです。こちら、今回ですねご紹介するのは、ダントンのスポーツダウンジャケットを、ご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。ということでね、いつも通り簡単に素材やディティールからご紹介していこうと思うんですけども、こちらはシンプルかつスポーティーに決まるモダンなダウンジャケットとなっております。まあ、ダントンといえばね、あのワークウェアで有名なフランスのブランドなんですけども、そちらが手掛けるスポーティーなダウンジャケットとなっておりまして、ドルマンスリーブと、フロントのスラッシュポケットが特徴的なデザインのダウンジャケットとなっております。肩線のない、袖の切り替えとか、肩や腕周りの可動域がしっかりと確保されている点など、着心地もねすごく、上品な感じで、本当に動きやすく着やすい感じのアウターとなっております。高すぎないスタンドカラーが、すっきりとね顔周りも見せてくれるっていうところも演出してくれてますし、またフトバンテのポリエステル紙を、ベースとしたダッサー生地は、本当にねしっかりとした厚みがあって、仕上げに撥水加工を施すことで悪天候にもしっかりと対応してくれております。また綿をブレンドすることによって、程よいね柔らかさっていうところもあって、まあ、表の生地もねあのマットな質感に仕上がってるっていうところも個人的には、すごくいいポイントなんじゃないかなと思っております。結構ね見た目の感じのシルエットも身幅が、かなり緩めな感じ、アームホールもね、まあ、ドルマンスリーブとお伝えしましたが結構ねゆったりとした作りとなっておりまして、まあ、全体的にちょっと丸みのあるような感じで、着丈自体がそんなに長くない、イメージの印象の、ダウンジャケットとなっております。こちらがね、今回も、セールの商品ご紹介というところで 20% オフですね。元のお値段が 46,200円となっておりますので、そこからの、2割引きで、税込みで 36,960円となっております。でこちら実際着用してるんですけども、 163cm54kg で、今 L サイズを着るとこんな感じですね。ちょっとねあのちっちゃいサイズがなくて、あの L サイズ着てるんですけども、まあちょっとねオーバーサイズすぎて、あの全然こう似合ってないので、非常にねあのサイズ感のイメージっていうところはもうほぼ、皆無な、情報だと思いますが、まあ、あらかじめねそちらだけご理解いただいた上で、まあ、色の感じとかなんとなくの、雰囲気だけでも伝わればなと思っております。結構ね本当に180後半ぐらいの方でもこちら L サイズ着るとね全然、十分余裕で着ていただけるぐらいのサイズ感となっております。身幅もねもうめちゃくちゃゆったりしておりますので、結構中だいぶ着込んでも全然余裕で着れるぐらいな感じかなと思います。一応裾の方にはねドローコードついておりますので、まあ、そちらでね絞っていただいて丈の調節であったり、まあ、あのもうちょっとね丸みが欲しいなっていうところであったりとか、まあ、絞っていただくことでシルエットはね結構調節できるかなと思います。でフロントの仕立てなんですけども、肥沃になっておりまして、ダブルジップとボタンで留めれるような形となっております。まあ、どちらで留めていただいてもいいんですけどもね、ちょっとジップをね下から開けてあのインナーちらっと見せる着方っていうところもこちらを楽しんでいただけるアイテムとなっております。また大きめなねこちらスラッシュポケットがね非常にあの収納力もあって、裏地はね本当にあのフリスになってるので、非常にこう手を入れた時もすごく温かい感じの、仕立てっていうところも、まあ、本当に機能的な部分も、しっかりとあるかなと、感じております。まあ、こちらのね先ほど黒着てたんですけども、このコヨーテって色もね非常にあのちょっと画面上ではねちょっと明るく映ってるんですけど、実際の色はねもうちょっとだけ濃いめな感じの印象のアウターとなっております。まあ、あとね一番特徴的かなと、個人的にはね一番いいかなと思うこのスタンドカラーの高さですね。非常にねこう顔にも当たらず、顔周りもねすごくすっきり見せてくれますし、まあ、それでいてしっかりとね中にダウンも、入っておりますので、マフラーいらずで使っていただけるっていうところと、こちらね全部ね前締めてきても非常にこのスタイリングがしっくりはまるっていうところがすごくね、いいかなと思います。止めてきてもね全然やぼったく見えないっていうところはすごくね、プラスなポイントなんじゃないかなと思いますので、ぜひねあの気になる方はあの
ご試着していただければなと思うんですけども、でこちらが、ちょっとねワンサイズ落として M サイズを、小用手の M サイズを着用しております。まださっきよりかはね若干スッキリ感は出るんですけど、これでもねやっぱり僕の身長でしたら全然大きいので、まあ、本来、ジャストサイズでしたら、まあ、XS ぐらいで、一番ねスッキリめで着れるんじゃないかなと思いますので、まあ、サイズ選んでいただく際は、まあ、普段選んでいただいているやつよりワンサイズ、ないし、もしくはね2サイズ落としていただいても全然着れるぐらいな感じかなと思いますので、まあ、その辺はねあのお好みによって合わせていただければいいかなと思いますが、もう正直ワンサイズ落としても全然問題はないと思いますので、全然ねその辺で、着ていただいた方が、まあ、スッキリ感もあってちょっとやぼったさっていうところも払拭されるんじゃないかなと思いますので、ぜひねあのそういったところは、ぜひあのご試着の際は気をつけていただければなと思います。結構ねダウンもわりかしパンパンに入っておりますので、見た目以上にね暖かく使っていただきやすいですし、あのこの内ポケットもねめちゃくちゃあの広い間口でかなりの収納力はあるんですけども、あんまり物を入れてしまうと結構ね見た目のシルエットっていうところは正直ね崩れてしまうかなと思いますので、まあ本当に必要最低限にしていただければなと思います。でこちらのドローコード絞るとちょっとシュッとねあの裾周りがギュッと、絞れますので、まあ、風の侵入を防いだりであったりとか、まあ、シルエット変えたいなという時はそういった感じの絞りをしていただければいいかなと思います。でこの大きめなスラッシュポケットも非常にねこう手が入れやすくて、まあ、本当にあの使い勝手はいいかなと思いますね。まあ、しっかりとねあの蓋もありますので、まあ、中から物が飛び出るようなことも少ないんじゃないかなと思っております。はい、ということでね今回ご紹介してきましたダントンのダウンスポーツジャケットですね、まあ、ちょっとねオーバーサイズ気味で、まあ、デザイン的にはね少し今っぽい感じの、シルエットかなとは正直思うんですけども、まあ、それでもね、まあ、セールにかかってるっていうところと、まあ暖かさっていうところ、まだまだね冬は寒いですので、まあ、こういったねちょっと緩めなアウター探されてる方、スポーティーなねスタイリングが多い方、これにスウェットパンツとかでもね非常に、すごくハマるような感じかなと思いますので、まあ、そういった方には、すごくおすすめできるアウターなんじゃないかなと思いますので、気になる方はね概要欄の方に、リンクも貼っておきますので、まあ、そちらからチェックしていただければいいかなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで次の動画までまたさようなら。